ガリシアポルトガル語、またはコポルトガル語、中世ガリシア語は、イベリア半島北西部で中世に話されていた言語で、現代のポルトガル語やガリシア語の母体となった言語である。ローマの俗州、ガラエキアに、植民者によってもたらされ、その地で話されていたゾクラテン語に由来する言語で、ロマンス語の一つである。元は、道路川以北の大西洋側で話されていた言語の、 総称で、後に、レコンキスタで、道路川の南に拡大した。現代のガリシア語やポルトガル語、エオナビア語、ファーラデエストレマドゥーラ、消滅した、ユダヤポルトガル語の共通の祖先である。また、主に言語学の分野で、現代のガリシア語、ポルトガル語の両語を指して、ロマンス諸語の改元語グループの一つとして、ガリシアポルトガル語と呼ぶことも多いので注意が必要である。 ガラエキア1000年から2000年にかけて、近隣の言語との関係において、ガリシア語の交代と拡張を示す地図、ガリシアポルトガル語は古代ローマの俗州、ガラエキアに、兵士や入植者、中央から派遣された、行政官がこの地にもたらしたゾクラテン語から発展した。その過程は、他の地域よりゆっくりしたものだったが、二カ国語併用の時代を過ぎたゾクラテン語と接した。 時代は、若干のガラエシアの特徴を残した、様々な新しいラテン語の発展を導く、先住民の言語を完全に消滅させた。したがって、ケルト語派とルシタニア語の発展は、続ラテン語に同化し、このことは、ケルト語派やイベリア起源の地名同様に、ガリシアポルトガル語の単語のいくつかに見出せる。一般に教育を受けたヒスパのローマ人エリートによる、 ローマ系ヒスパニアで話されたさらに多くの教養ある様々なラテン語は、すでに、イスパノーレやアグリシャスプロナンションズに関連して、その地方特有のアクセントを持っていたようである。さらに多くの教養ある様々なラテン語は、民衆の多様性と共存した。それぞれが異なるローマヒスパニア地域で用いられた、先住民により話された全ローマ諸語が俗ラテン語の、 数個の方言の発展に気をしこうしたことが、イベリア半島の初期のロマンス書語に結局発展する、時間を超えて、ますます広がったと推測される。600年までにゾクラテ天語はもはや、イベリア半島では話されなくなったと考えられている。ガリシア・ポルトガル語の初期の形が、すでに、スウェビ王国で話されていて、800年までに、 ガリシアポルトガル語はすでにイベリア半島北西部の日常語になっていた。ゾクラテン語におけるガリシアポルトガル語への発展を始めた音声学的変更として知られる最初のものはゲルマンによる支配の時代にと西語を族続起きた。そしてガリシアポルトガル語のビボインは地元のケルト語が交流する中で発展したのかもしれない。従ってこうしたものは ローマ系ガラエシアで話された俗ラテン語の音韻論的特筆であるが、6世紀から7世紀以降に書かれたものによる証明に過ぎない。ガリシア・ポルトガル語を含むポルトガル北部で発見された文書として知られる最古の古文書は、動作はイーグレーゼでサジ色と呼ばれ、870年に遡るが、その他の点で後期ラテン語に組み込まれている。 ガリシアポルトガル語も含む882年の別の文書はカルタで道徒さを言い、フンデサのダイーグレーゼでエスミゲルでラルドサである。事実ポルトガル語領域で書かれたラテン語の多くの文書はロマンス語の形式を含んでいる。1175年に書かれたノーティシアでフィアドアーズはガリシアポルトガル語で書かれた文書として知られる最古の文書と考える人がいる。 最近発見された、ポクト・ド・スイル・マンス・パゼは、さらに古いとさえ言われている。しかし熱中する学者がいるにもかかわらず、こうした文書は、本当は、ガリシア・ポルトガル語で書かれていないが事実高気ラテン語と、ガリシア・ポルトガル語の音韻論や形態論、統語論の混合であることを示している。具体的な日付が不明なノーティシア・デトルトやテスティメント、デ・ディ・エア・フォンスー2は、 間違いなくガリシアポルトガル語である。最初期の詩は1195年から1225年に遡る。したがって12世紀末から13世紀初頭までに地元のロマンス語で書かれた三文や陰文の文書がある。ガリシアポルトガル語には同時代のフランスやイタリアの奥語の文学に匹敵する中世イベリア半島のキリスト教王国の 文学における特別な文学的役割があった。ガリシア・ポルトガル語の助成詞の主な現存する文献は以下の通りである。この言語は12世紀末から、おおむね14世紀中央まで、現在のスペインとポルトガルで文芸のために用いられ、ほぼ例外なく、助成詞を構成するために用いられた唯一の言語であった。160を超える詩が記録され、その中で、 特に数名を例示すると、ベルナルでボナバル、ペローダ・ポンテ、ヨハン・ガルシアでギル・ハーデヨハン・アラズでサンティアゴ、ペードル、アミーゴでシビルハがいる。主な世俗主義的な詩の分野は、コンティガス・ダモールや、男友達の歌、コンティガス・ディエス・スカーネーホ、イーデ・マルジゼールであった。全体で1700近い歌がこの3つの分野で残っている。 400を超えるコンティガスでサンタマリアがある。カスティーリアの王アルフォンソ10世は、三分のためにカスティーリア語を用いる一方で、ガリシア・ポルトガル語で、コンティガスでサンタマリアとコンティガスでエスカルネを言い、マルダイザーを作曲した。ディニス一世用は、世俗の詩の分野でも著作をしていて、1290年にポルトガルでこの言語を公用語にした。その時まで、 ラテン語は王室の文書に用いられる公式の言葉であり、ディニス王の時代にポルトガル語と名付けられるまで、リンダーボルガーとして単に知られている話し言葉は名前がなかった。ガリシアポルトガル語やポルトゥーガーゼアーカイコは現代のポルトガル語とガリシア語の共通の祖先を示す現代の用語である。古代ギリシア語の方言における違いと比べて13世紀の ポルトガル語とガリシア語の違いと言われるものは、些細なものである。ポルトガル博領が独立し、ポルトガル王国建国へといたり、レオン王国に従属していたガリシア王国と、政治的に分断されると、ガリシア・ポルトガル語は、その統一性を徐々に失っていき、ガリシア語と、ポルトガル語はそれぞれ独立、独自の進化を続けていった。ポルトガル領が、 レコンキスタで南に拡大すると独自の道を歩むポルトガル語はムーア時代にこの占領された地域で話されていた初期アラビア語や別のロマンスラテン語にとって変わりながらこの地域の人々に用いられるようになった。ポルトガル語時代は南のこの新しい領域でとって変わった言語からの影響に同化したために姉妹語のガリシア語とは特色ある言語にさえなった。 一方、ガリシア語は、近隣のレオン語の影響を受け、19世紀と20世紀に、カスティーリ語の影響を受けている。分裂時代の2つの都市は、ポルトカーレ博領であり、今日ポルトガル領に残っている。さらに北には、ルーゴ市とアコルーニャ市、中世の一大中心都市サンティアゴでコンポステーラが、ガリシアに残っている。カスティーリ語が都市部の二カ国語の教育を受けたエリートに、 正しい言語として教育された一方で、ガリシア語は、和者の大半が、村や町に住む田舎や、教育を受けていない人々に用いられたために現代になって、ガリシアで保護された。比較的最近までほとんどのガリシア人が、遠隔地と山ちの土地の多くの小村落に暮らしていたために、言語は、非常にゆっくりと変化し、外部からの影響は、 ほんのわずかしか受けなかった。この状況のために、ガリシア語には19世紀後半から20世紀前半に至るまで、ガリシア独特の言葉があり、今も広く話されていて、ほとんどのガリシア人は、今日2つの言語を使い分けている。現代ガリシア語は、ガリシアのカスティーリア語とともに、公用語として1930年代に、スペイン第二共和国から公式に認められたに過ぎない。 この認可はフランシスコ・フランコ政権から取り消されたが、この政権が終わると復活した。ガリシア語とポルトガル語をどの言語群に分類するか今も議論されている。この二つが別々の言語というよりは共通の言語の方言であると主張するポルトガル人とガリシア人の文献学者同様に両者の統一を模索する。 ガリシア民族主義団体の少数派に見られる考え方があるが、このような見方は広く接中主義と見られている。エストレマドゥーラ州のスペイン人自治区の一部で話される、ファラゴはガリシア語と同様の発展を遂げた。ガリシア語はガリシア州の言語であり、ポルトガル語が使用されて成長を続ける一方で、ガリシア語は人口の大半に用いられ、今日では、 和者数で世界第5位となっている。ディニス一世ガリシアポルトガル語地区には有史以前に遡る共通の民間伝承がある。ガリシアポルトガル語がレコンキスタで南に拡大したことでこの古代の共通民間伝承は強まった。2005年ポルトガル政府とスペイン政府は共同でガリシアポルトガルの古伝が 人類の無形文化財登録に登録されるよう申し入れた。共通の文化を記録し構成に伝える作業が数大学などの機関により行われている。ガリシア・ポルトガルの民間伝承は区伝が豊富である。ここには、コンティガス・ワオ・デシファイオやレグエイ・ファーズ、即興曲の掛け合い、多くの伝説、物語、詩、英雄丹、民謡、ことわざやなぞなぞ、今も、 辞書や、音声上、携帯論的、統合論的な同一性がある話し方がある。共通のクデニーさんに含まれるものは、古代の舞踊や伝承とともに、マゴストやエントロイド、生体の祝日のような宗教上の祝典である、守護聖人や、更新の市場や、お祭りでもあり、伝統的な衣服や装飾品、技能、工具、野菜をかたどった、超鎮、迷信、 動植物に関する伝統的な知識もある。こうしたものはすべて伝統的な生活様式が現代の生活にとって変わることで消滅の危機に瀕しているとみなされる共通の文化遺産であり、漁師の隠語、伝統的な技能における工具の名前、祝賀の形式がゆっくりと忘れ去られる区伝である。ガリシアポルトガル語の倍収モンは数個の村で話されている。 ガリシアではエントリー元、と、ロビオスで話され、ポルトガル北部では、テラスでボーロやカストロラボレーロで話されている。マニュスクリプツコンテイニングゲリシオン、ポーチュギーズリリック、マニュスクリプツコンテイニングザ・コンティガス・でサンタ・マリア、クリティカル・エディションズ・オブ・インディビジュアル・ジャンルス・オブ・ゲリシオン、ポーチュギーズ・ポエトリー、ノートザット・ザ・コンティガス。ダモール・スプリット・ビトン・マイクリス1904 and nonis1932, on the, biography and chronology of the poets and the courts, they frequented, the relation of these matters to the internal structure, of the manuscript tradition, and many other relevant questions in the field.Please see, for gerition, Portuguese prose, the leader might begin with, The eyes know up to, date historical grammar of medieval gerition, Portuguese, but see, a recent work centered on gerition, containing information on medieval gerition, Portuguese is, Latin 歴史家 .Historical and comparative grammar of Latin, on the early documents cited, from late 12th century please see, Ivo Castro, Introdução h Istoria do Portugaze, ヘオグラフィア・ダリンガ、ポルトゥーガーゼ・アンチゴ、ピアニッシモ、121-125。ありがとうございます。